わ、見て見て見て、50年後の俺。そっくりさんじゃないですか。めっちゃ YouTube で成功してるだろ。錦織、これはキロいくらですか。これ高いです。これはキロ2万円です。おお、生きてるやつでこれはやばいな。めっちゃでかい。というか普通に考えて、こういうこのタイプのエビがもう普通に市場でウイウイいるのがありえない。あ、もうね、こういうゴシキエビみたいなのが当たり前にいるのがやばい。沖縄の市場に興奮してる。あの車高がでかでかでかやばいすぎんだろこれ。鬼だ。これ重量測ってみたい。これはね、あのケイヤ入れたらダメやぞ。入れたらやばい。この間後ろの方からあの後ろこうやってね、これすごい。あの手折れるんだ。やばいやばいやばい、これはやばい。重さが8キロだね、これ。それ8キロですね。沖縄の下水道、皆さんこんにちは、パピクです。そしてハイサイ探偵団、ハイサイ探偵団です。いや、いいところですね、沖縄。今、2月なんですけど、めっちゃ暑くないですか。ね、暑いんじゃないですか。全員半袖半ズボン。暑いよ、26度。公益市場、公設市場に連れて行ってもらったんですけど、見てくださいよ、やばすぎこれ。これはなかなか見ないサイズ。やばい、えげつない量の車庫がある。今回これをですね、量もでかいと思うんで、さばいてみんなで食べる。あー、いいですか。そういう、せーの、ビデオ。え、めっちゃでかくないですか。でかいよ。今顔よりでかくないっす。すごいね。俺のお腹よりは小さいかも。これでもやばくないっすか。指とか入れたら終わりのやつ。あ、もうこのサイズは本当に危ない。じゃあじゃんけん負けたやついきますか。お、いやいやいや、シャレにならないんで。今回は車庫外でございますね。マジで東京じゃ絶対手に入んないサイズの。だろうね。これも入れたら終わりですか。入れていいっすか、ちょっと。生きてはいる。ますね。ちょっと動いてはいる。うわあ！うわあ！びっくりした。ミシミシミシってなったよね。ツンツン、あツンツン、あツン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 。バキ、あ痛い。これが初心者。そんなことないと思う。でこれでも今マジでやばい。よかったね。びっくりした。バッキいきましたね。沖縄のダイビングとかでこう人がこう足とか挟まれるっていうのよくありましたね。ブラックジャックとかで。そうそうそう、もう持ち上がらない、重くてで溺れちゃうみたいな。そうそうそう。今回はマゴロクさんにちゃんとしたさばき方をね、教えていただきやりたいと思います。はい。俺もう車庫外なんてね、もうね3年ぐらいやってないのかな。昔ちっちゃいやつ、これぐらいのサイズのやつがあったんですけども、売ってるのとかでもこのサイズなんですよ。これはもうこのサイズは初めてだからね。容量一緒だったら助かるけど。これでかボツボツがある。これうわやばいっすね。そんな触るとなんかやばくないっすか。大丈夫っすか。これバッて牙来ないっすか。大丈夫っすか。シャーって触手が襲ってくるかもしれんから。やばいっすよね。忘れたんすよね、車庫外のさばき方。一応こっちとかに貝柱があるから、はい、正面からやるとね、さっきみたいにダーンって挟まるから、こっちのちょうど空洞があるよ、普通、はい、そこが面白いよね。ここ鉄壁と見せかけてめっちゃこっちに弱点作ってくれてるから、ね、まあ、ありますからね。人間のために作ってくれたとしか思えないよ。この貝の開きをお願いします。あ、俺がやっていいの。はい、ぜひぜひぜひ。おお、なんかすごい開いた。おお、すごい。なんか殻厚いな、こうやって見ると。あ、これで取れたかな。あ、勝った。え、大丈夫ですか、挟まらないようにしてください。あ、取れてない。え、ちょっと待って、怖い、マジで。これぐらいのレベルの車庫外、本当に貝殻しか見たことないんで。ないよ、これだ。もう切れたら。すげすげすげ。うわ、うわ、うわ、すご、でかすご、でかすご、やば。よっしゃ。分厚。分厚すぎだろ、これ。やば。これもう幸せなんだけど。普通ここら辺手で取れるんだけどね。手で取れないっすよ。うん、切らないとダメだよ。よし、こんな感じで。じゃあ半分は。やば。でかいね。かなりでかいですね。これはやばい。これはやばい、マジで。こっちに貝柱あるから、こっちを沿って。オッケーです。外せば。普通の身剥がすだけで、通常の貝柱と同じくらいだったから一緒に。あったの。やば。貝柱ってなると。
柱さん、そら、あの威力を支えてるからね、貝柱さん。確かに沖縄来てなかったらマジこのレベルの会話やれなかった。タコみたいねえ、すごい生き物だ。居酒屋で灰皿鳴ってるの以外にこのサイズ見たことない。別にこの貝灰皿になってますか。オッケー、うわすごいかこのでかい貝から。これですよ、ね、やばい、でかいし太いし、すげえな。これが身ですよね、中。そう、食べれるところと、じゃあ外していくか。食べれるところと食べれないところがあるんですもんね。うん、それではいよいよこいつをちょっと細かくさばいていくんですが、どうさばけばいいんですかね、これ。でこの黒いとこ、あー、紐、紐外し、ぶちぶち、かっぱ、めっちゃ硬いっすね。普通は手でできるんだけどね。手でできないっすね、これ硬すぎて。分厚っ、分厚いね。あ、いい感じ、いい感じ。あ、取れた。紐と貝柱、ホタテみたい。すごい、でかっ。貝柱がホタテか、タイラギですよね。笑いが出るでかさ。怖くてお店じゃ仕入れんよ、このサイズ。あれですか、売れなくて。売れなかったらアウトだもん、これ。沖縄の市場で思ったのは、でかすぎると1キロで売ってないっていうことがびっくりしました。1キロだと高くなるじゃないですか。でも買わないですよね、そしたら。これぐらいだからこの値段でいいみたいな感じになる。でも東京だったら1年もキロで売りますから。これが、肝で、貝柱、紐の部分の3カ所に、分けました。もうここだけ見たらタコだよね。普通にまあ食えるんだけど、はい、一回叩きつけたら、ほう、身が引き締まるんや。めんこみたいに。いいっすか、俺やっていいっすか。もうそれやっちゃってよ、待ってよ、ま、タコだ。もう本当に強くてバチーンって。いいっすか、はい、真似まねと押さえてて。おお、引き締まった。ほらほら、すげえ、すげえ、グッて引き締まったの。これで歯ごたえが出るわけよ、シックスポック。これであとは食べるサイズにカットしていけば。おお、俺初めて、あの赤貝とかは結構あのパッチンやるんですけど、えシャコ貝も結構やっぱこのレベルはエグい。ドンってこのレベルはエグい。ズドンってなったもん。これを切ればいいですか。あ、そうです。あ、肝は俺がやる、多分難しいから。肝難しいっすか。難しい。これだよ。はい。それでいくか。あ、大きいのがですね。こんなサイズでいいんですか。ただどうかな、これでもでかいかな。でかいですね。ちょっとでかい。普通のサザエのサイズですよね。一口サイズ。ナマコのなんかぶつ切りですかみたいな。いやー、本当にもう沖縄にいようかなっていうレベルで、もう気に入りましたよ、これ。箱買いの時も過去に食べたっきり記憶にないな。すごいっすね、これマゴロクさんがやったんすか。そう、鬼のようなあれです。これはバナナ、バナナ、バナナ。車とか乗って聞いてたんですけど、東京とかで梅の木が生えてるじゃないですか、うん、その感覚でバナナ生えてます、ね、確かに。そ, う、ね、それぐらいの確率で生えてます。なんかみかんの木植えようかなみたいな感じでバナナが生えてるみたいな。すげー、販売数がすごい。シーサーもあるし、バナナもある。これ沖縄あるあるらしいので、これがその肝ですよね。そうだな。分厚く切ってみる。分厚く切ってますね、これね。白子みたいですね。ババってやっても綺麗に見えますね、すごい。あら、セクシー。このバナナの葉っぱって、これどこのやつですか。これ家の。え、すぐそこの、はい、庭から。マジか。なんか庭からちょっとバナナの葉っぱ取ってくるわって。すげえ。できました。やばいっすよ、もうシャコ貝のお作りですよ、これ。いただきます。いただきます。でかい、だってもう一口がでかすぎるでしょう。やばい、いただきます。醤油だよ、いただきます。氷っぽい。すごっ、シャコ貝が。僕もいってきます。すごいから、もうちょっと薄くてもよかったかもしれない。なんで紐食わないですか。硬いそうだから。平らぎの貝柱よりうまい、ね、メモリアルシャコ貝ですね。いや、貝柱が見たことないってもこのサイズ。なんか貝の肝がダメな人でもうまい。確かにあっさりになるんだね、でかくなる。なんかあれちっちゃいのってこんな、もうちょっとちっちゃいのもっとギュッて。だこれあえてこうちょっと潰して肝醤油とかにしても美味しいかもしれない。おー、肝醤油。君は悪魔か。こんなレベルありますかって。いやー、嬉しいですね、沖縄に来まして。沖縄が褒められてるみたいで嬉しい、うん、マジですごいと思います。こんな幸せいっぱいなこの動画ですが、は
愛妻探偵団ともちょっと動画もあるんですね。多分同じ日に出してますので、はい、チェックしてみてください。よろしくお願いします。それでこのビデオいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。